裏でコロムアニ一発レッド、裏でコロムアニが一発退場したらしいです。これ厳しくないですか。あ、踏んでレッドか。あんまり今季プレミアでは見ねえやつだな。まあ、大体イエロー止まりが、あからさまにやばいのはちょっとレッド取りますけど、そうそう基本的にイエローなイメージあるけどね。ちょっとレッドは厳しいなっていう判定か。あ、ボール蹴った先に足があった。ああ、なんか昔を見たけどな。あったよね、フェリックスパターン。いや、フェリックスパターンとまた違うんじゃないか。蹴った先、ボール蹴った着地の足が踏んじゃったってこと。ああ、え、それは厳しいな。だってもう不可抗力じゃん、もうそんなのね。多分カード出ないぜプレミア、それ下手したらカードすら出ない。うん、まあ、うん、危険なプレーかもしんないけど、え、それは厳しいね。どうせっていう話よね、それね。え、ジャッジは覆らないんですか。それは確かにあんまり、うん、